見ろ、ナギアだ、彼女が来たぞ。それにあの二人の従者もやっと来たわね。審判を見に来てる人が多い。それにみんな妙に興奮した表情をしてる。コリナ、デジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ、こんなにたくさん来てるなんて。審判官は、あれ、ヌビレットさんがいない。お嬢様、被告席へどうぞ。ご安心ください、私とシルバが付き添いますので。わかった。でも私の後ろに立ってていいの？いつもなら許されないでしょう。あの人たち、ここを何だと思ってるの？本当に理解してるのか？まったく。ちょっとこそこそ話さないでくれる？審判官のヌビレットさんがどこにいるのか教えて。親愛なるナビアさん、まだ自分の犯した罪に気づいていないと？であれば私が。皆もご存知のようにナビアさんはカーレスの旦那の後継者であり、スピナディロースラの現会長。スピナディロースラを引き継いでから君はかつてのカーレスの旦那と同じように、私、そしてそれは君だけでない、君の執事や部下たち。ならどっからどう見ても私は善人ってことよね。ああ、その通りだとも。だからこそ君はなおのこと訴えられるべきなのだ。君は多くの者を助け、困難をか、ポアソン町全体が一つの大きな家族であり、私たち全員が固く結ばれている。故に平等を掲げる法廷は君に有罪判決を下すのだ。あんた何を言っているの？確かに私は故郷のポア村長のためにいろんなことをしてきた。みんなと一緒にいたいとも思ってる。ほう、君がそう思ってくれているのなら私もこれ以上言うことはないよ。よかったわね、ナビアさん。笑ってるの？はあ、思い出した。そうか、わかったぞ。いえ、違います。待ってください。そうではありません。マルシラック？マルシラックさん、何を言い出すんだ。私たちの考えは寸分たがわない。さあ、法廷よ。ここに残って、ナビア。あなたは私たちの一員の。お嬢様、罪を認めてはいけません。これは、お嬢様を永遠にここに閉じ込めるための審判です。弁護権を行使します。ジョインビレさん、あなたはお嬢様の優しい一面のみを見ています。彼女は優しさを持つと同時に完全に独立した考えを持った人。お嬢様は生まれながらにして自由で独立心が強く、何者にも縛られてこなかった。お嬢様がされてきたことは何かしらのグループの一員であることを自認する証明にはなりません。その違いをどうかご理。なるほど、個人としてか。だが忘れるな、私たちはフォンテーヌ人。ナビアさんが個人の意思でそう決めたとしても、その素晴らしい魂が水の国では全てのものが計られ、やがて皆一つとなる。今の私は全てのものを代表した存在だ。私たちの見解はいずれも。それがあなたたちの言う正義ですか？滑稽にも程があります。あなたたちはただお嬢様にまだ個体として存在する望みが残っていることを妬んでいるだけに過ぎません。忘れないでいただきたい。あなたたちもかつて独立した自由な個体になりたいと努力。君たちは私たちに属する正義に背くのか？その正義が鼻から間違っているなら、それを認める必要もない。そちらの理屈であれば私たちも自分の正義を掲げることができます。これが私たちの。どういうこと？お嬢様。シルバー、なんだか頭がクラクラする。そっか、ずっと奇妙に感じてた理由が、コリナ、
テジレ、ジョインビル、ジョリエンヌ、エソンヌ、あとさっき会った、それからマルジラックとシルバも認めたくないけど、けどみんなもう死んでるんだ。恐れることはありません。そしてこの罪を認めないでください。私バカバカしい。なんでそんな堅くなに審判を受けさせたくないの。私たちが多数派なのよ。審判の国では逃がしちゃダメよ。何があってもナビアさん、マルシラックさん、シルバさん、まだ分かってくれないのか。たった二人でどうやって集団に逆らうというのだ。抵抗を諦めろ。これは崇高な審判であり、ナビアさんは私たちに属すべきなんだ。あんなことがあったのだし、孤独なポアソン朝に一人残すべきではない。あんたたち一体。もう言い訳は聞きたくない。俺たちが妬んでいるだって。彼女が独立した個体なわけないだろ。みんな様子が。誰が彼女を妬むというの。最初から俺たちに属してるじゃないか。そうだろ、ナビアさん。静粛に。この声は。ヌビレットさん。法廷で騒ぐことは禁じられている。先ほど君たちが述べたことはただの茶番に過ぎず、審判を成立させるものではない。本日の審判はここまでとする。なお、法廷の許可を得ていない者が異議を申し立てることは認められていない。感謝いたします、ヌビレット様。さあナビアさん、まだ時間が残されているうちに共にここを離れよう。でも早く行ってください、お嬢様。ここから出る唯一のチャンスは今しかありません。マルシラック。失礼いたしました。これが最後の会話だと思うとつい冗談を言いたくなってしまいまして。マルシラック、シルバー、急げ。さようなら、お嬢様。